ははいい、えー、おはようございます、えー、この前ですね、あのネット通販で某大手のネット通販で靴下を注文しました10足で980円、えー、とちょっと安かったので僕お金ないのでネット通販で靴下を注文しました2日後ぐらいに届,い届いくはずで、えー、まあ 配達員が来たんですけどもまあそれは早く,早くていいんですけどあのピンポンって鳴ったんで出ていくと、えー、もういなくって、えー、不在票が入ってました、えー、まあよっぽど多分あの忙しいんだと思いますまああの今ネット通販流行ってますから配達員もあの安い配達料であのたくさん配達しないといけないのでもう忙しいんだと思います。 で、不在票が入ってたので、まあ、再配達をこう、まあ、依頼して、まあ、その,あの不在票にはあのフリーダイヤルしか書いてなくってあの配達員の,あの携帯番号とかはなかったんで、えー、フリーダイヤルに電話して再配達をなんか自動音声メッセージかなんかであの登録して次の日もう一回来てもらうようにしました。でえー まあ次の日ですね午前中指定にしてたんですけど、えー、10時頃に来てで、ピンポンって鳴ったんで、えー、また行ったらあの、またいなかったんですねあの。よっぽど忙しいんだと思います。で、えー、また不在票が入ってて、まあ、ドライバーの携帯電話が書いてあったら、まあ、電話して、ちょっといるんであの戻ってきてくださいって言えるんですけどあの、フリーダイヤルしかないんで、仕方ないんで。 またフリーダイヤルに電話してえー、まあちょっと午前中だったんであの午後から夕方にまた来てくれることもできるみたいなんであのー、6時から8時での,あの夕方6時から8時の間で再配達をお願いしましたで、えー、今回もう3回目なんで、まあ、どんだけ忙しいかもしれないんですけど3回目なんで、えー、もう次はもう絶対に逃せないと思って。 えー、6時ぴったりから、あのー、玄関の鍵を開けて、えー、玄関に僕毛布でくるまってもう来たらすぐに受け取れるように毛布でくるまって、あのー、こうスマホを見ながらこう時間を見ながらスマホで時間を見ながら待ってたんですね。で大体、えー、来たのがあの1時間ぐらい待ってて7時ぐらいに来てでピンポーンって押したので、まあ、ちょっとうとうとして寝かけてたんですけど。 あの？来たと思ってダッシュでこう行って。ガラって開けたらそこになんか涙目の配達員が立ってました。で、えー、っとでなんかもう涙目になりながら、またこの再配達のなんかあの不在票を書いてたんですね。いやいやいや。お前どんだけ忙しいか知らないんだけど、そんなピンポンって押して出てくる前に。 あの帰るぐらいなら帰,帰ってまた何回も何回もあの再配達に来るぐらいなら1分2分待ってた方がいいんじゃないかとまあそんな涙目になってるんだったらもうちょっとゆっくり待てよと思ったんですけれどもまあとりあえずなんかもう受け取ろうとしたら「もうサインいらないんで」とか言ってバッて渡されてブワーって帰っていきましたね。あの配達員 ネット通販の配達員、あのどんだけおわ仕事に追われてるか知らないんですけど、逆にもうあの効率悪いぞとあの、そういうお話でした。えー、では